みさん、こんにちは、中西でーす。トカゲくんでーす。そしてカメラの外にレイちゃんでーす。今日は中西さん何をしますかと言いますとですね、まあ私のお得意分野のタグ付けもハッシュタグも爆買いっていうものがつくような動画だと思うんですけども、ユニクロ先生の、もうユニクロ大先生ですよ。もう日本ジャパニーズのウェアといえばユニクロ。Yes、ユニクロということでですね、もうユニクロに勝つものは全対いないということ。日本に旅行に来た人たちは絶対全員ユニクロに行くだろうっていう。だって私海外の人だったら絶対行くもん。行かない？行くと思います。しかも私ね、海外でねユニクロをね行ったことがあるわけよ。めっちゃ高いから、普通に考えて。うーん、エアリズムとかめちゃめちゃ高いよ。ということでですね、今回はユニクロの爆買いをやってしまいましたのでね、こちらを皆様に紹介しまくり上げます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、私たちのボディがこの袋にもすっぽり隠れるような感じのね、今回もとってもいい加減にもう爆買いやめろよという感じですけども、こんな大量に爆買いをしてしまいましたので、ちょっと一つ一つ紹介していきたいと思います。まずですね、紹介したいものはですね、トカゲくんのウェアからちょっと紹介していきます。トカゲくんのウェアが本当に本当にちょっとね、もうすぐやっぱり子供のものってさ、よれたりさ、ね、汗じみがしたりさ、ね、この間もさ、こうやってピッピッピッピさ、飛び散らかしてさ、これにさ、ついたりするでしょ。卵かけご飯とか、卵かけご飯ってね、意外とね、取れないのよ。わかる、れいちゃん。意外と醤油がさ、混ざってるから取れないじゃん。しかも卵の、いや、つけたことあるから絶対。しかも最近すごいこぼしすぎだからね。だけど昨日何回こぼした？何？ 2 じゃなくて2だよ、2回だよ。ママにめっちゃ怒られた。うん、ああ。ということでですね、トカゲくんのためにですね、お母さん一生懸命頑張ってお金をはたいて買いましたよということでですね、こちらの半袖のパジャマちゃんたちをこちら買いました。こちらはですね、ちょっとミニオンカラーじゃないですか。こういう柄になってんの。ちょっとなんかアロハシャツのちょっと薄いバーみたいな感じになっております。エアリズムコットンブレンドセット半袖ということで、半袖半ズボンのパジャマを買いました。こちらはですね1500円でございました。次のパジャマはですね、こちらご覧ください。このエアリズム、またこれ買ってますよ。でもね、見て、ここをご覧ください。大注目。ガールって書いてあるの、ここに。こちら多分ね、ガールの方は丈が短いんだと思う、このパンツの。丈が短くて、多分ちょっとほら、足長効果みたいな感じで、子供ながらに足長効果を気にするのかみたいな感じなんですけども、こちらの、はい、セットアップを買いました。こちらはですね、ガールズエアリズムコットンブレンドセット半袖。こちらも1500円でございました。トカゲくんはね、今140センチを着ております。これね、なんかね、本当は150センチでもよかったんですけど、ウエストが、ちょっとやっぱりこの人、細いのよ。現代っ子。ちょっと一回、ちょっと待って。ウエストが細いのよ。すごい細いの。今の子って細くない？細い。ね。で、足も長いしさ。うん、だから、なんか普通に150とかを買っちゃうと、ウエストがこう大きくなっちゃうから、ずり落ちちゃうのね。だから、ちょっと先を見越して買っちゃうと、ずり落ちちゃって全然着れないっていう事件になっちゃうので、ちょっとぴったりサイズを変えました。全然ガールでもね、こちらは全然ボーイで着れますよ、ということで。全然ね、ガールとボーイも一緒に仲良くね、ということでですね。次ですね。次はですね、トカゲくんのまた、捨ててこ。ユニクロの捨ててこってマジ最高なの。今年もですね、捨ててこちゃんを買いましたということで、トカゲくんにですね、こちらのドラえもんの捨ててこと、こちらのね、すみっこ暮らしの捨ててこを買っちゃいました。こちらのドラえもんの捨ててこはね、本当にポケット付きですね。やっぱりドラえもんといえばポケットが付いてるよね。君、ポケット付いてないとドラえもんじゃないよな。でも完全にポケット付きってわざわざね、記入してあるんですよ。さすがドラえもん、微笑んでるけど。ということで、こちらの140センチの捨ててこを買いました。こちらはですね、990円になっております。こちらすごく可愛かったですよ。これをね、本当にね、大人サイズがあればいいと思うのよ、私。ユニクロの子供服って可愛いよね。うん、めっちゃ可愛い。でさ、レイちゃんがね、この間ね、衝撃的なことを言ってたの。ガールのワンピースのね、一番大きい160サイズを買ってたよね。うん、でもね、しかもね、ちゃんと着れたんでしょ。ちゃんと着れた。だからね、キッズを着ちゃうの。キッズを着ちゃう。可愛いね。だからキッズ本当に可愛い。そしてですね、こちらはですね、すみっこ暮らし。すみっこ暮らしって可愛いよね。なんかすみっこ暮らしの、だってれいちゃん映画とか見に行ったでしょ。そう、トカゲくんと見に行って、でしょ、好きになった。好きになったでしょ。なんかすみっこ暮らしって可愛いじゃん、なんか。あら、すみっこ暮らしでもね、ちゃんとポケットがついておりますね。だから外でも着れるよ、みたいな。いやー、これでもね、肌触りもいいし、すごい可愛いの。これトカゲくんとお揃いにしたかったなぁ。これ990円。こちらも990円でした。ということでですね、これはとてもおすすめです。かわいいですよ。ということで。ちょっとさ、トカゲくんさ、あれちょっと一回履いてきてよ。どっちか。次も、ちょっとトカゲくんの色
ろいろになってしまうんですけども、こちらです。やっぱりですね、トカゲくんはもう学校とかそういろいろ行くから、もうこれは大事ですよねということで、こちらのエアリズム大先生セットをもうこんな大量に買っております。こちらは140の、タンクトップエアリズムメッシュ柄ですね。メッシュのやつを買いました。やっぱりね、メッシュと、そしてこちらはね、メッシュじゃない普通にエアリズムコットンブレンドタンクトップ、こちらですね。普通のメッシュとメッシュじゃないもの、この140センチ2つ買いました。それでですね、あ、すいません、ご覧ください、登場です。かわいいじゃん。ちょっと上に乗ってみて。ちょっと、そう、あ、大きい、もしかして。え、嘘、ウエスト細すぎじゃん。インしな、インしな、ほら T シャツをちょっとインしてみて、そしたらいいかも。ほら見て、リラックス、かわいいじゃん。はい、こちらのエアリズムは1個、まあ、590円ですね。もうどんどん次に行きますね。ということで、トカゲくんのですね、次はボトムを買いました。じゃあね、私ね、結構トカゲくんに、ボトムはほとんどユニクロとかかも。やっぱね、ボトムってさ、こう遊んだりさ、こうさ、いろんなところに座ったりさ、もう汚すわけよ、とにかく。こちらですね、1990円。クライミングショートパンツプラスっていうことで、クライミングショートパンツってどういう意味？はい、私、そうですよね、それしてもスムーズに上がれますよという意味ですかね、これは。多分ちょっとわからないですよね。っていうことで、こちらのね、このキッズサイズのこれを買いました。でもね、これから140でね、ちょっと大きい、インしたら大丈夫。これもそういう可能性があるってこと。もし、あっ見て、でもついてた。だからこれをちょっと短くすれば、ゴムを縛れて短くなる。これすごくない？すごいね。そう、え、歩いてもやる？これありがとう、ご親切にありがとう。これで1990円ですよ。本当に原価はいくらだよみたいな感じで、ちょっとびっくら仰天丸なんですけども、こちらも買いました。そしてこちらです。あ、見て、これ知らなかったんだけど、見て、990円、デニムイージーショートパンツキッズの140センチです。これ安っ、990円だからウエスト調整はついてませんね。990円ですね。ということで、こちらのイージーパンツ、やっぱりイージーって書いてあるから簡単に着れるっていうことなんでしょうか。ということで、イージーパンツを買いました。次はですね、トカゲくんがこれをどうしても買ってほしいって言われたので、こちらのですね、はい、これ何ですか、説明ください。ポケモン。はい、ポケモンですね。どういうところがいいと思って買ったんですか。僕、ポケモンが好きだから。はい、ポケモンが好きだから、だからいつも常にポケモンも一緒にお出かけしたいという気持ちで買ったんですか。こちらはですね、990円でございます。先ほどのパンツと一緒ですね。ありがとうございます。これも140センチです。ということで、次は中リーサ先生の爆買いに移っていきますよ。まあ、中リーサ先生のですね、爆買いもまさかのこちらでございます。ダダン、リラコの L サイズ、ミッキーコラボを買いました。こちらはですね、マジックフォアオールっていうタイトルです。ディズニーはね、いろんなところに進出しまくってるな、お前たちみたいな感じなんですけども、こちらの L サイズのリラコを買いました。こちらはですね、1500円です。着たことない人いる？リラコ手出したことない人いるかもね、もしかしたら。その微妙なクロップトみたいな感じの丈はない。そう、短いか長いかどっちか。ああ、でもね、意外とね、涼しいわけよ。足首が冷えちゃうから。ああ、何ちょっと女優ぶって足首が冷えちゃうからだと。なんだなんだそれ。で、私多分ね、 M サイズぐらいがちょうどいいと思うんだけど、これ見て、紐がちゃんとついてるから、こうやってウエストを調節できるから、多分これが一番リラックスできるかなと思って、こちらのミッキーコラボの方を買いました。ということでですね、次はこちらでございます。リラコじゃないですけども、ポール&ジョー先生のですね、ニャンニャンさんが、こうやってクロクロクロスクロスクロスで、お前たちは喧嘩しないのかみたいな感じのですね、こういうやつを買いました。これはね、M サイズ。しかもね、裏がね、すごい涼しそうな生地なわけよ。わかる、うん、ちょっとメッシュではないですけども、なんかすごい気持ちよさそうな生地なわけ。レイちゃんもね、これ白持ってんでしょ。そう、だからね、私がね、これを見てたらね、レイちゃんがね、あ、私も持ってるとか言ってさ、そういうの結構私たち多いよね、うん、やっぱりね、血がつながってるってすごいなと思います。こちらはですね、ポール&ジョーとユニクロのコラボのですね、ハーフパンツ1500円でございました。1500円多いよね、ユニクロ、うん、次はですね、こちら、ででん、また買っておりますよ、中リーサ先生。ということで、去年ね、これの多分ね、黒かな、何色かな、私着てたの、これ。でもね、これね、見て、L サイズ買ったの。去年多分 M サイズだったの。M サイズで結構短かったわけよ。だからさ、おパンツ丸出しになるわけ、寝てたら。こうやってさ、寝てるとさ、わかる、ここからさ、おパンツがはみ出てるじゃん。わかる、私、それが気になるわけ。ここから、そう、おパンツ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 、見えちゃう、見えちゃう。
気をつけて。こちらはですね、おいくら万円？990円。ユニクロ990円好きじゃん。ユニクロありがとう。本当に私たちの日本人の強い味方ということで、はい、どんどんいきますよ。次ですね、次はですね、こちらの、はい、これもまたポール&ジョーさんですか。こちらはなんでポール&ジョーが猫が好きなのかっていうことは定かではちょっと分かっておりませんけども、こちらのコットンキャミソールの方を買いました。これはね、レイちゃんも持ってるんだよね。はい、しかもレイちゃんがね、こちらね、パンツも持っておるんでございます。それでね、私ね、これのね、セットのパンツもね、買いたかったんですけどもね、売り切れでございました。こちらね、790円でございます。わ、びっくりした。うちのポール&ジョーが、ちょっとポール&ジョーおいでなさい。我が家のポール&ジョーが、見て、ポール、あなたがポール&ジョーですか。あなたジョーさんですか、ポールさんですか、どちらですか。え、似てるのよ。え、似てるのよ。次はですね、またディズニー先生が大コラボしておりました。しかもこの T シャツはですね、2枚で2500円の T シャツを見つけたんですよ。もうね、1枚だとね、多分1500円だったんだけど、2枚、2なんとか by なんか1クローゼットみたいな感じの、ちょっとキュキュキュみたいな感じでさ、販売してるやつあるやん。だからそういう感じをね、ユニクロ先生もね、取り上げてたから、こちらを買いましたということですね。じゃじゃん、こちらの、見てください。これは、白雪姫ですよね。で、7人の、これは何ですか？小人。小人たちですね。小人たちが見て、あおとか言って、すごい7人並んで、白雪姫を威嚇しているんです。何を言ってるんですかね、こいつらは。鼻をきれいに乗っけて、起きるのを見てたの？怖いじゃん。普通に考えて、おー以上のね、オーマイガーぐらいのね、私はね、OMG ぐらいのね、あの発言が出てもおかしくないんですよ、この白雪姫は。だけど白雪姫はですね、お上品だから、青で済んだということでですね、普通にね、7人の小人が寝床をこうやって見られてたら、私は王じゃ済まない。えーだよ、普通に考えて。そうじゃない？こんなずっと見られてたら怖いわけっていう感じの、ちょっと白雪姫恐ろしいねという感じですけども、こちらのですね、 XL サイズの T シャツを買いました。ディズニーメモリーズっていうか、ディズニーの思い出っていう、こちらの XL サイズの1500円でございました。こちらはでもね、1500円じゃないんだから、私これを何個買ってると思ってるの。1、2、3、4ということで、4枚も買っているんですよ。同じのじゃない、違うのだとか、どんどん紹介していきますよということで、次のディズニーメモリーズはこちらでございます。みんなさん、見てわかりますか。こちらがね、表なんですよ。 When the clock strikes midnight、 あっ、12時になるみたいなこと、わからんけど、ということは、そうです、こちらのシンデレラのセリフなんですよ。さっきの絶対、これ絶対シンデレラね、この斜め45度にはね、絶対ね、もうすぐ、うわ、魔法が解けて普通の凡人に戻るぜみたいな感じの、うわ、私こいつと普通になんか出会えたのに、私のあの掃除姿に戻ってしまう、まさにネズミたちと鳥たちと歌う日々が、あー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 って言って見て、もうびっくり仰天丸じゃん。うーやっべ、12時じゃん、もうすぐみたいな、マジかよみたいな感じのね、ちょっとこのセリフを言ってらっしゃる、このね、ユニクロ先生のもういいですよね。さすがメモリーズっていうことでですね、こちらも XL サイズを買いました。1500円ですけども、こちらの白雪姫とね、合計すると2500円のセール中っていうか、なんかそういう感じのお得タイムみたいな感じだったので、こちら2つで2500円ですね。ありがとうございます。はぁはぁはぁ、小鳥たち、はい、次はこちらもまたまた、はい、ご覧ください。シンプルなんですよ。でもここに見て、魔法のランプ。魔法のランプということは、アラジン。イエス、アラジンとジャスミンがラブラブしている T シャツということでですね、完全にタイムトゥー、そう、なんだ、タイムトゥーソラ、そうなんですよ、タイムトゥーソア。すごいよね、見つめ合って。絶対私こんな顔を近づけてね、キツネさんと喋れない。だってさ、口が気になるじゃん。口臭とか気にならない、普通に考えて。私絶対、こうやってしちゃう。え、気にならない？わかるでしょ？私こんなね、男性とね、こんな距離で、こんな距離でね、普通にね、喋れないから、普通に考えて。あんたたち、口臭気にならない？さっきあんたカレー食った？インドカレー？みたいな感じでさ、思わないの？あなたたちっていう。ねえ。こちらはね、ディズニーじゃないんですよ。見て。あ、違った。これはね、すっごい可愛いんです。こちらの猫ちゃん。あー、これが可愛いな。なんかワンポイントか。でもどうしようかな、どうしようかなと思って、こちらの裏をご覧ください。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いでしょ、これ。見て。
にゃんこが山盛り先生なの。私も描いてみようか今度。なんかおかかのさ写真のさプリントばっかりだったけどさ、おかかの絵を描いてみようか私今度。どう思う？描いてみよう。歩いてちょっと描いてみようか。ということでこちらもですね、これ2個で多分ね1500円、多分ねディズニー縛りじゃなかったと思うの。このグラフィック T シャツが2個で2500円っていうねセールをやってたのでね、こちらも XL を1500円で買いました。ありがとうございます。ということでですね、はい、次ですね、ユニクロ U っていうさ、なんかユニクロでもおしゃれなラインがあるじゃん、ユニクロ U って言って、なんかそれのなんか出てたタンクトップちゃんたちを買ったんですね。私普通の見て、インナーに使おうと思って、しかもこれさこうやって後ろがこれになってるから超可愛いの。こちらですね1000円でございます。こちらね色違い、同じサイズを色違いで買いました。これはどっちも1000円でございます。このオレンジ可愛くない？普通にほらめっちゃ可愛い。しかもね絶対さインナーにできるよねこれね。どん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 いきますけども、あこちらはですね中玲奈先生のやつですかね。ちょっと中玲奈先生カモン、はい、カモンヒア、こちらはパジャマにしようと思いました。でこちらは短パンでございます。はい、そしてこちらはキッズの160を買いました。あーかわいい。これはそうなんかさばあちゃん家にありそうじゃん。わかる、わかるわかる。ちゃんとポケットもついております。私のポケットチェックが入りますからね。ポケット大好き人間ということで、こちらはですねいくらでしたか？こちら990円に、安いでございます。安い、本当にもう花火大会って感じじゃんこれ見ただけで。こういう柄のさ浴衣もあったら可愛いね。確かにすごい可愛い。あれで浴衣作る？浴衣作る？ド派手なね。ド派手な、こうやってここにさ LED 仕込んでさ帯がピッカピカに光るやつ。いやピッてしてさここに充電器があってさ蓄電仕込んでさ帯がパッ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 って。しかもめっちゃ光るやつ、ピカピカって。もうそれはやった音がバーンって、音がバッそうそうそうバーンバーン、音に反応するやつ。いいじゃん。ということでこういう感じでレイちゃんも買いました。次はですね、もうこれはねちょっとね最後にねざっくりしたやつですね。こっちは普通のコットンリブレースタンクトップとコットンタンクトップと、こちらは、コットンレイヨンリブタンクトップってこの3つですね。普通のインナーに着るエアリズムのコーナーにこれは置いてあったんですけども、多分ね服の中とかちょっとこう肌寒いっていうか、なんかちょっとエアリズムじゃなんか涼しすぎるかなって時にこのコットンのこちらですね、コットンちゃんたちのこのねタンクトップちゃんたちを買いました。これはですねこちらのタンクトップは M サイズで790円、でこちらも M サイズで790円、こちらも M サイズで790円ということで、もうねユニクロ先生一番高かったのは誰でございますか？多分ねトカゲくんのボトム1900円、それが一番高かった。やばいよ、だって私こんだけ爆買いしてさ2万いくらだったよね。そうそう、本当にユニクロ先生本当にありがとうございます。ということでですね、皆様どうでしたか？ユニクロ今日一緒に行って楽しかった。はい、どうだった？すごい可愛かったです。可愛かったよねユニクロ本当に。多分また夏の本番になる前に絶対行くと思うのでですね、今日の動画を見てくださって本当にありがとうございました。私のですねナンバーワンはですねこちらの T シャツでございます。はい、絶対私は王者終わらないよっていう T シャツです。私はオーラーっていう、もうすごいすごいびっくりする。7人の小人たちがこう見てたらね、白雪姫は心が豊かだなと思いました。ということでですね、今日の動画を見てくださってありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。そしてインスタグラムとツイッターもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。どうしたのかな？鼻声ですよ。ということでですね、ではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。中里依紗でした。おかげさまでした。